皆さんサイゼリアの辛味チキン好きですか？これ店員さんに声をかけると冷凍で買えるんです。ということで買ってきました。40個入り2200円。ということで今日はこれで宴を始めましょうか。こちら解凍したものをオーブンで5分から10分。焼き加減はお好みでいいそうです。5分温めたのがこちらですね。一旦普通にいただきましょうか。辛味チキンは好きですね。いただきます。ありがたいですね。すごく美味しい。油ギットギトなんですよね。辛味チキンの魅力は何と言ってもこの衣ですね。主に唐辛子を使ってるんでしょうかね。これに使用されてるスパイスは企業秘密だそうです。まあサイゼリアの辛味チキンを家で再現されてる方も多いですね。そのような方は皆さん豆板醤とか使ってらっしゃいましたね。辛味チキンの辛味は唐辛子。これは間違いなさそうですね。そして辛味チキンといえばこの食べにくさ。まず両端の軟骨を食べます。そうすると綺麗に割れるという食べ方がありますね。さあ、それでは一通り楽しんだので、ちょっとここからいろいろ組み合わせていきましょうか。いろいろ買ってきたんで任してください。これは一か八かなんですけど、カルディのいぶりがっこタルタル。さあ、どうなるでしょうか。さあ、僕の中では万能調味料。辛味チキンにも対応してくるのか。いただきます。あ、これはダメですね。いや、さすがのいぶりがっこタルタルもそれは無理ですよって感じですね。もうそもそも辛味チキンといぶりがっこが合わない。めちゃめちゃ喧嘩してますね。じゃあこれは後でクラッカーと一緒にいただきます。おそらく一晩でなくなります。じゃあ次はあれでいきましょう。こちら使いかけのかける紅生姜。これ使ってみましょう。紅生姜好きですからね。いただきます。辛味チキンのスパイシーさはかなりなくなりますけど、めっちゃさっぱりと辛味チキンが食べれる。そんな感じでしたね。これ少しだけつけて食べたらめっちゃいい感じになりましたね。ただかなり紅生姜には支配されるんで、急に大阪の味っぽくはなりましたけど、ぶっちゃけ辛味チキンである必要はない。こちらドンキホーテのチョレギドレッシング。はーい。ちょ、油ばっかり。はーい。いただきます。チョレギに支配されましたね。やっぱりドレッシング系はドレッシングに支配されますね。辛味チキンには液体物はベタベタかけない方がいい。辛味チキンの良さがかき消されますからね。なるほど、わかりました。それではちょっと変えていきましょう。続いてこちらドンキホーテの大盛りカレー辛口、こんな感じで。ちなみに辛味チキンめっちゃ柔らかいんで、お箸やスプーンですぐにほぐれますよ。はい、いただきます。ほぼカレーの味なんですけど、ドレッシングよりは辛味チキンが生きてますね。だんだん良くなってきました。ただまだおすすめはできません。辛味チキンである必要がない。しかし徐々に正解に近づいていってる気はしますね。次行きましょう。はい、続きまして業スーのポテトサラダ。あの例のやつね。行け。うわぁ。いただきます。なぁ、うまい。これはいいかもしれませんよ。この業スーのポテサラならではかもしれません。これ具があんまり入ってないんです。じゃがいもばっかり。なのでほとんどマヨネーズ味のマッシュポテトなんです。これはいい組み合わせですね。このシンプルポテサラの味と辛味チキンの味が両方の良さが生きてる感じがしますね。もうすげえクリスマスメニューっぽいしね。だからかなり先になりますけど、クリスマスとか誕生日とか、もうサイゼリアで冷凍の辛味チキン買ってきて、で業スーのポテトサラダも置いときましょう。その時はぜひ一緒に食べてみてください。めっちゃうまいっす。オッケー、いい調子ですね。どんどん行きましょう。続いてカルディのチーズフォンデュー。これ良さそうやね。いただきます。あー、完璧で究極。これは素晴らしい。カルディやっぱやってくれるね。これは美味しいに決まってますよ。めっちゃ美味しいんですけど、なんか食べ覚えあるなと思ったら、これケンタッキーのチーズに溺れるフィレバーガーそっくりですね。やっぱこのフライドチキンとチーズフォンデュー、めっちゃ相性いいんですね。このチキンのスパイスの味は消すことなく、チーズの濃厚な味だけを上乗せしてくれる、まさに1たす1なんですよね。まあさっきのポテトサラダといい、このチーズフォンデュといい、今んところクリスマスパーティー感すごいです。ただこれはダントツでうまかったです。ケンタッキーが認めるうまさ。これサイゼリアいち早くこれの小さいやつを置くべきです。辛味チキンと相性抜群って言ってね。めっちゃいい調子。次行きましょう。
はい、辛味チキンほぐして、卵、バターで醤油を垂らしました。はい、辛味チキンのバター醤油 TKG ですね。あはー、もうバター食いたいだけ。TKG ですからね。もうぐっちゃぐっちゃでいただきましょうね。さあ、この炊きたてご飯の熱でバターが溶けていく。最高ゴッドノーズ。おぉ、ここいただきましょう。いただきまーす。ああ、完璧すぎ。引くわ。うますぎて切れそう。おい、辛味チキンがかなりいい仕事をしてますね。ポテトサラダ、チーズフォンデュー、バター醤油 TKG なんですよ。全部濃厚こってり系なんですね。はい、以上サイゼリヤの辛味チキンをさらに美味しく食べれる方法模索していったんですけど、今回もなかなか緩い撮影ができましたね。やっぱりやっていく中で大発見ができましたね。辛味チキンはこってりとしたメニューとめちゃめちゃ相性がいい。これはおそらく辛味チキンに限らず、ケンタッキーフライドチキンでも同じことが言えると思います。あとやはりサイゼリヤの辛味チキン。オーブンでチンするだけで本当にお店の味になりました。サイゼリヤって極力調理に時間をかけない、だから人件費などの経費を抑えることができて安く料理を提供できる仕組みになっています。これはサイゼリヤの企業努力だと思いましたね。お家でパーティーする予定のある方、ぜひサイゼリヤに行って辛味チキン買ってみてはいかがでしょう。ということで楽しく食事ができました。ありがとうございます。グラシアス。